トリアゾラム、トリアゾラムとは、ベンゾジアゼピン系の睡眠導入剤、超短期作用型である。アメリカ合衆国のアップジョン、後に、ファイザーが、買収が開発し、商品名ハルシオンとして販売され、後発医薬品も発売されている。国際的には1977年、日本では1982年に発売された。翌日への持ち越し効果がなく、 処方は増加したが、世界中での乱用にもつながった。1989年には、10日間の連用により、昼間の不安が2倍になることが報告され、離脱症状だとされた。イギリス、ドイツ、フランス、オランダ、フィンランド、ノルウェー、アルゼンチン、ブラジル、ジャマイカ、バミューダ、などの国々で承認取り消しや、禁止措置が取られた。 アメリカやイギリスでは10日以内の短期の処方のための規定が行われている。高齢者に使用すべきではない。錯乱や興奮などキー反応が生じることがある。連用により依存症、急激な量の減少により離脱症状を生じることがある。抗精神薬に関する条約においてスケジュール4に指定されている。日本の薬規法においては、 処方繊医薬品及び習慣性医薬品として、麻薬及び、抗精神薬取締法においては、第三種無期生神薬として規制されている。商品名ハルシオンは、ギリシャ神話に登場する、風波を沈めるという伝説の鳥、ハルシーンに由来する。トリアゾラムは、アップジョン社が開発した、トリアゾロベンゾジアゼピンの一種で、1977年に、オランダで、 1979年にイギリスで承認された。入眠作用があり、翌日への持ち越し効果がないことから、処方頻度は増加した。しかし、1979年には、オランダの精神科医が、トリアゾラム症候群として、身体症状が出現することを報告し、オランダの 1mg 錠剤は製造中止になった。1982年に、 日本で1983年にアメリカで承認を受けたが、早朝不眠、半朝政不眠、健忘や日中の不安の副作用が報告され、市場撤退が勧告されていた。1980年代半ばから六本木界隈でアップジョンするなどと言われ乱用された。1991年にニューズウィークが危険性を特集し、日本でも9月に 安民科悪夢かと題して刊行され、10月には英国放送協会がハルシオンの悪夢というドキュメンタリー番組を作し、日本でも NHK の衛星テレビを介して報道された。このため、再びトリアゾラムの問題が取り上げられ、日本でもマスメディアが報道した。BBC の特集に関わったエジンバラ大学のイアン・オズワルドは臨床試験に実在しない患者がいると語っていた。 デイビッド・ヒーリーの表した抗うつ薬の講罪にはこの BBC とイギリスの規制について少し紹介されている。イギリスの保健省はトリアゾラムの販売を停止し、そして中止した。データの捏造及び副作用の虚偽の報告がなされた。ドイツでは1992年2月に承認取り消しになった。アメリカでは アメリカ食品医薬品局の委員会が、一最小の有効量で短期の使用を強調し、にそのため十場入りの商品を発売し、参照法時には患者向けの添付文書を渡すという、制約条件を書くことで、アップジョン社と合意した。欧州医薬品委員会は、一容量は 0.125mg、場合により0 2 5ラムとしそれを超えないこと、二等海内の処方とすること、 三七条以内の放送とすることとした。その後、1996年3月には、ニューズウィークが、再び、睡眠薬が、麻薬代わりにとする特集を組んだ。乱用の舞台は、六本木から歌舞伎町へと移り、精神科施設でも、薬物依存の割合が増加してき、研究では、トリアゾラムは 0.125mg の、低用量使用の場合でも、精神障害。 時折重度と高い関連性を持つことが発見された。さらに、トリアゾラムをわずか3週間使用しただけでも、著しい不安を感じる患者が多いことが分かった。重度の精神障害が頻発することが判明し、イギリスとブラジルはトリアゾラムを禁止する行を決めた。オランダは1979年に禁止し、ノルウェー、バミューダ、ジャマイカ、フィンランドでも禁止された。医学文献では、 トリアゾラムは他のベンゾジアゼピン系と比較して精神的暴力反応などといった異常事象の発生が顕著に見られると報告されている。トリアゾラムによる副作用の発生率の増加はトリアゾラムの超短半減期と受容体への高神話性結合性、効力化といった薬理学的特性によるものである。トリアゾラム短半減期と非常に高い力値が 昼間の不安の反調、記憶喪失、混乱、精神症について、他のベンゾジアゼピンより多く発生し、また重篤な理由である。睡眠薬について多くの論文を発表している。あるアメリカの精神科医によると、トリアゾラムのリスク、ベネフィット比を考慮すると、アメリカにおいて、低用量であっても市場に残すべきかどうか、疑を呈している。トリアゾラムが暴力を誘発することは、 いくつかの試験では受け入れられており、特に暴力犯罪の被告人にその傾向が強く見られる。米国では最小の有効量とし、欧州では0 2 5ラムを上限としている。また短期の処方となっており、それぞれ10条と7条のパッケージが存在する。錠剤は青色の0 1 2 5ラム規格と、 薄紫色の 0.25mg 規格がある。トリアゾラムは、ベンゾジアゼピン系薬物であり、ギャーバ受容体のオメガ1サブタイプに作用して、CL チャンネルを開口させることで、CL の透過性を更新させる。これにより、過分極が発生して、活動電位の発生が抑制されるため、催眠作用を発現する。最高血中濃度到達時間は、約1時間。 半減期は約2.9時間、作用時間は約2時間と超短時間型である超短時間型として、他にゾルピデムがある。肝臓のサイプ酸 a 4という酵素で代謝されるため、この酵素を阻害する薬物との併用は、薬物の作用が高まる可能性があるので注意する必要がある。また、アルコールとの併用も作用増強の恐れがある。 緑内障のものや、気管支喘息などで、呼吸機能が低下しているものは、投与してはならない。また、他の中枢神経抑制作用のある薬やアルコール、バルビツール酸誘導体などの強い影響下にある、ものへの投与禁止されている。日本医師会と日本同年医学会は、高齢者に使用すべきではないとしている。最も多いものに、一過性全高性健忘。 コ,コリン作用、翌朝への持ち越しがあるとされている。また、大量服用により、呼吸抑制を起こすことがある。めまい、ふらつきが起きることがあるので、原則として、就寝直前に服用するよう処方される。また、ごく稀であるが、無誘病、意識のないまま、車を運転する、食事をとる、活動するなど、の要症状を起こすこともあるとされている。 日本の添付文書の警告に、朦朧状態や、無誘行動の記載があり、記憶がない場合があることが記され、記載は、他のヒベンゾジアゼピン系の薬剤であるゾピクロン、アモバン、エスゾピクロン、ルネスタでも同様である。アメリカでは、副作用についての添付文書が、販売時に渡される。日本でも2002年に、薬害オンブズパーソン会議が、説明書の添付を要望している。 アメリカ食品医薬品局 FDA の有害事象報告システムエアーズのデータから殺人や暴力など互い行為の発生率は7位、睡眠薬のグループでは最大であり8.7倍である。トリアゾラムを含むベンゾジアゼピンの長期的使用は薬剤耐性、薬物依存、反調整不眠症、中枢神経副作用に関わるとの文献が存在する。 このため、ベンゾジアゼピン系睡眠薬は可能な限り、低容量、短期間での使用が推奨されている。睡眠の質は、薬物以外の治療法でも向上させることができる。トリアゾラムの離脱、薬物依存のリスクは、他のベンゾジアゼピンより、はるかに高い。トリアゾラムは、日常的な使用により依存性を生じさせるリスクが、非常に高い。離脱症状は通常、 トリアゾラム投与量を減量した際、または完全に停止した場合に現れる。短期的に夜間のみの服用であっても、トリアゾラムを中止した後には、不眠症の悪化などの離脱症状、半省不眠が発生する。日中の離脱症状は一般的にトリアゾラムが関連している。これは非常に半減期が短いためである。多くの患者は10日間服用しただけでも不安。 悩み、視野の欠落、パニック経験、抑うつ、非玄関、妄想を経験する。これらの反応は、中間半減期を持つロルメタゼパムより、トリアゾラムの方が一般的に発生している。つまり、短時間作用型のベンゾジアゼピン系睡眠薬の服用は、より深刻な昼間の離脱症状を発生させる。催眠作用により昼間に離脱不安を起こす現象は、 トリアゾラムだけのものではないが、他の睡眠薬ではトリアゾラムで見られるほど重篤ではない。トリアゾラム長期使用後の急激な弾薬は、重度のベンゾジアゼピン離脱症候群を起こす。トリアゾラム及びニトラゼパムの突然の弾薬後、患者には、幻聴、視覚認知障害などの精神病を起こす子が、報告されている。重度の離脱症状の発生を防ぐため、 投与量を段階的かつ慎重に削減することが推奨されている。日本では安易な連用を慎み、効果が得られたら徐々に減量して投薬を中止し、やむを得ず連用する際には副作用の有無の確認を怠らないようにすべきとされている。日本では2017年3月に重大な副作用の行に連用により依存症を生じることがあるので、 用量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって、離脱症状が生じるため徐々に減量するが追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。非反応に関して、錯乱や興奮が生じる旨が記載されている。医薬品医療機器総合機構からは、必要性を考え万全とした、長期使用を避ける。 用量遵守と類似薬の重複の確認、また慎重に少しずつ減量する、胸の医薬品適正使用のお願いが出されている。調査結果には、日本の診療ガイドライン5つ、日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている。ベンゾジアゼピンと非ベンゾジアゼピン系を含めた、日本の乱用症例において、2位である。トリアゾラムを娯楽用と多効感を得るために、 医学的助言なしに長期間摂取するものがおり、乱用の恐れが高い薬物である。しかし、麻薬や他の一部の抗精神薬のような多幸感はなく、サイケデリックな夢を見るわけでもない。生じるのは酒に酔ったような酩定感である。それに加え、健忘により思わぬ事故を引き起こす可能性があるため、睡眠障害の治療目的以外の使用は推奨されない。 抗精神薬に関する条約のスケジュール4である。1999年には、世界保健機関は、トリアゾラムなどいくつかのベンゾジアゼピンは、他のものより強い副作用を生じる可能性があるが、現時点では、証拠が十分ではないとして、スケジュールの変更は行わなかった。皮膚を用いた、思考薬剤自己注入テストの研究によると、ベンゾジアゼピン類の中で、 トリアゾラムが最も指向性が高いことが示された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。